杉道助、杉道助、杉道助、1884年、明治17年2月20日から1964年、昭和39年12月14日は、第二次世界大戦後における大阪、関西財界の代表者。祖祖父は、吉田松陰の父である、杉浄道。祖父は、松影の兄の杉田道。八木商店社長となり、 大阪商工会議所会頭を23年間務め、日本商工会議所副会頭、新日本放送、現、MBS メディアホールディング社長、海外市場調査会、現、日本貿易振興機構、略称、JETRO を設立後、理事長となる。鳩山一郎内閣において、日ソ交渉全権顧問、日韓会談主席代表として政界にも関与した。 一回は肖像くらい、君等は、君一等、山口県山口市に生まれた。父の愛次郎は、県庁務めをしていた。郷里の萩市で、幼少時代を過ごし、山口市範学校付属小学校、現、山口大学教育学部付属山口小学校へ、萩から、山口の距離は、相当あったのにもかかわらず、徒歩で通学した、にわかに信じがたいが、林修家課長。 幕末、明治萩城下見文録、松の書店発行によれば、著者は、山口師範学校在学中に、萩から徒歩で通学していたとあり、その校程も詳しく記述がある。また、相川義介が、学校の先輩で近所に住んでおり、学校へ一緒に通うなどした。中学校は前半は山口中学校、現、山口県立山口高等学校で、後半は、 萩中学校、現、山口県立萩高等学校で過ごした。中学時代は、自然主義が没効し、杉も、国木田ドッや田山家帯などに刺激され、新大使を制作したり、検証文に応募したりしていた。杉は中学を卒業すると、すぐに、東京へ行った。まっすぐ大学へ入ろうと考えていなかった杉は、徳富六かの歴史の変映という著書に影響を受け、 南米に憧れを抱いた。東京へ行くと、松影の吉田家を継いだいとこの吉田子さんの友人で、ペルー開発会社を営んでいた田中定吉にペルー行きを誘われた。早速、実家へ相談してみたが、話がまとまらないうちに、日露戦争が開戦しそうになり、船が出なくなってしまった。そこで、終戦までのつなぎとして大学に通うことになり、 慶応義塾大学の補欠試験を受けて入学をした。大学時代はもっぱらスポーツに親しみ、大学野球は自身を見物選手と称すほどよく見し、応援していた。また、ヨカを教えていた英国人教師からホッケーのルールを教わり、慶応義塾大学体育会ホッケー部を創設した。次は後に大阪へ行ってから、羽ごも女学院、現、羽ごも学園中学校。 高等学校にホッケーの道具を寄付し、羽衣もはホッケーで全国トップクラスの女学校になった。晩年には日本ホッケー協会の会長にもなっている。1909年に慶応義塾大学理財科を卒業し、久原工業所、後の日産コンセルン、現 JXTG ホールディングス等に入社した。在学中より三井物産に入りたいと考えていたが、 井上薫の側近に、久原工業所を勧められたため、大阪へ向かう社長の久原久之助と新橋駅の待合室で会い、久原工業所の東京事務所に雇われることになった。1910年に、武藤山路の中央土で、大阪、船場のメンシトンや、ヤギ商店、現、ヤギの創業者、ヤギ与三郎の長女、ギと結婚した。 翌年には久原工業所が大阪に支店を設けることになり、大阪と淵深い杉が行くことになったのだが、無党にこの話をしたところ、せっかくの大阪なんだから繊維の方をやったらどうかと言われ、久原の快諾を得た杉は、大阪で繊維工業に関わって、幾く子になる。最初の仕事は、堺市の小さなタオル工場、堺製食所の整理だった。 当時の宝石業界では、工場が乱立し、食工の争奪戦が起こるなど、気苦労が多かった。メリアスチの統一を行うなど、品質の均質化にも苦心した。1912年に、何屋宝石、現、大和宝ホールディングスが設立され、無党の肝入りで会社を任されることになった。同年から、ヤギ商店にも関わるようになった。 1910年から1920年代にかけては、対戦景気とその反動の不況で、市場は大混乱に陥った。ヤギ商店や何は宝石なども甚大な損失を被った。繊維業界では、総会合意が行われ市場が安定したが、債務支払いのために自宅を売り払い、天下茶屋などの借屋を転々とした。1923年には無党が政界を、 確信すべく実業同志会を結成し、杉も会員となった。同志会は翌年の第15回衆議院議員総選挙に候補を送り、無党をはじめ12人の当選者を出した。杉も幹事長役をしたが、選挙には問題感ばかりで選挙活動が選挙違反に引っかかり、2ヶ月にわたって降印されてしまった。杉は判事に悟され、独居房で、 たくさんの本を読んだ。杉自身は、この独房生活は私にかなりプラスになったと思うと、10回している。当時の経済界では、営業税の一部を会議所の経費に充てていた。防疾などの大きな企業ほど収める額も多くなる。そこで、会議所の経費抑制に努めようということで、杉らは1929年に、大阪商工会議所に入所した。日中戦争が始まると、 大阪では、軍事産業が起こり、会議所も政府の下請け機関の機能を追うようになっていった。理財部長や次局対策委員長などを務めた杉は、会頭のあたかや吉らと、マン死視察団を結成し、マンカンしを回った。1941年には副会頭となったが、国策のもと、大阪商工会議所は、堺や伏せの会議所と合併し、大阪商工経済会となり、 さらに、政府の下請け機関としての色合いが濃くなっていくことになる。また、大阪の繊維統制会社、大阪繊維製品配給の社長にも就任した。一方で、八木商店では1938年に社長、1941年には会長に就任している。終戦後の1946年には、大阪商工会議所第16代会頭に就任した。 またその頃、戦時中の有力企業幹部の公職追放の審査委員会の委員にも選任されている。大阪商工会議所の会長になった杉の下で、大阪経済の立て直しが始まった。1953年、大阪経済振興審議会が結成され、一つの展望と振興策が示された。その結果は1956年に、ふやしと共に組織した、 大阪経済振興連絡協議会のもとで遂行された。新幹線の新大阪駅の位置を決定、大阪国際空港や地下鉄網の整備、阪神高速道路公団の設立促進などの都市基盤整備や重化学工業化などはその成果である。1950年、大阪発となる民間放送局、新日本放送、現、 MBS メディアホールディングスが設立されると社長となった。また貿易振興を図るために1951年に海外市場調査会現非貿易振興機構を設立し理事長となった。他にも戦争で中止になった大阪国際見本市を実現すべく1952年に日本国際見本市委員会が結成され、次は委員長となる。 日本史は同年開かれ成功を収めた。1953年における回答挨拶では大阪は経済の中心だとか貿易産業の中心地だと言われてきたが今は名目だけで実質ではない。これを元の大阪に戻そうではないか。これは単に関西という地域的感情にとらわれて言うのではない。大阪の復興が日本の経済発展。 国力の回復に寄与するところが大きいと信ずるからだと呼びかけた。その一方で、1956年に鳩山一郎の日祖国交回復交渉の全権顧問や、1959年に赤間文造の公認として大阪府知事に推挙されるも辞退している。だが、1961年に第6次日韓会談の政府代表になるなど、 1964年に死去するまで精力的に活動を続けた。また、大正3年、1914年に設立された、大阪貿易学院高等学校、現在の学校法人大阪貿易学、海明中学校、高等学校の再建に力を注ぎ、昭和25年に理事長、校長に就任した。1959年に、蘭寿法省、 1964年11月には、関西財界の生存者として、前例のない国一等随法上を賜り、同年の死に際しては、肖像位が与えられた。墓所は、山口県萩市、杉谷墓地にある。墓には、杉谷第八代、生涯松影を敬慕、祖先の墓より大きくしないという遺言を残したと、書かれている。楽しく、ご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。